大阪駅前ビル。大阪駅前ビルとは、大阪府大阪市北区梅田一丁目に所在する大規模な雑居ビル群である。大阪市都市開発局による大阪駅前再開発事業により建設された、第1ビルから第4ビルまである。本項目では、第1ビル、第2ビル、及び第4ビルについて記載する。地下1階2階は飲食店や金券ショップが多い。 特に金券ショップは国内最大級の密集地になっており、約30店が軒を連ねている。そのため激戦区となっており、独自性を狙って店によって独自の犬種を取り揃えたり、値下げ合戦も起こっている。また、一等地だけに地下でも家賃が高く、区画によってはあまり人通りの多くないエリアもある。そのため、シャッター街となってしまっている区画もあるが、 当家交換により入居した区分所有者が立ち退き前と同様の業態で営業を続ける区画もあり、八百屋や中古レコード店、古書店、パチンコ店などといったオフィスビル地下のテナントとしては珍しい業種の店がビルの開業当初のまま残っている。ただ、それらの店舗も経営者の高齢化や家賃以外の支払いの関係で閉店するケースが増えている。上層階は オフィスとして利用されている。オフィスには地方自治体の大阪事務所、地方ローカル局の大阪支社など、地方の団体、会社の大阪拠点が多く入居している。駐車場は地上3階、地下3階にある、第1ビルのみ、地下4階にもある。第2ビルの3階には、特別大名人がある。かつて、第2ビルと、 第3ビル間の地下1階北側の連絡通路には階段があったが、北新地駅建設工事に合わせて現在のようなフラット道線へ改修されている。また、第3ビルと第4ビル間の地下通路には、銭湯が存在したが閉鎖され、通路に面した入り口のドアだけが残っている。なお、ジャンボ宝くじの発売時に限り、第4ビルの前にあるスペースにて特設売り場を設営する。 この売り場は1億円以上の当選本数が累計で、全国最多である。2008年11月現在が、ここは宝くじを扱う業者が合同で、販売するために設営しているだけで、第4ビル1階の水保銀行とは無関係である。なお、エスカレーターの案内図に、未だに国鉄表記が残っていた。特に第3ビルは21世紀に入っても残っていた。 が、サイン等の見直しにより今は見られなくなっている。エレベーターは、第1ビル、第3ビルが16台、第2ビルが12台、第4ビルが14台。すべてのエレベーターが回収されている。回収前のエレベーターには、前期過去の背面、または側面に、方向ランプと、満員表示ランプが取り付けられているのが、大きな特徴だった。ほぼ前期ランニングオープン。 完全に到着する前から扉が開き完全に開いた時にぴったりに着床する機能を搭載している。1990年代までは各ビルとも近い1階2階にゲームセンターが多く存在したがそのほとんどが閉店しており現在では第2ビルと第4ビルに1店舗ずつ第3ビルに2店舗が残るのみである第1ビルに最後まで残った ゲームセンターは2016年春に閉店し、跡地は再移転してきた大阪中央郵便局と飲食店になっている。また、都心の一等地であることに加え、ビル内に多数のテナントが入居していることから集客が見込めるため、2000年代以降はコンビニや飲食店が相次いで開店している。コンビニについては、第一ビルにはローソンとファミリーマート、 国民との併設店舗、共に地下2階が、第2ビルには、ファミリーマート、地上1階と、セブンイレブン、地下1階2階と、が、第3ビルには、ローソン、地上1階と、セブンイレブン、地下1階が、第4ビルには、ローソン、地下1階2階ともと、ファミリーマート、地下2階が、それぞれ営業中である。さらに第4ビルと通じているディアモール大阪にも、 ファミリーマートが営業中。なお、第4ビル2階にも、かつて個人経営のコンビニがあったが、それらの開店によって閉店した。ゲームセンター跡地には、タリーズコーヒーなどの喫茶店や、居酒屋などの飲食店、マッサージ店などが見られるようになっている。さらに2010年代以降では、第3ビルに、吉野屋やサイゼリア、ココイチといった大手レストラン、ファーストフードが進出している。ただし、 これらコンビニや飲食店は、ビルが毎日深夜早朝と、正月三が日,日は閉鎖されることから24時間、営業ではなく、コンビニでも店舗によっては、日曜、祝日は、定休日としているケースもある。2012年3月、特に築年数が古く老朽化している、第1ビル、第2ビルを解体、撤去して緑地化する計画が、 関西経済連合会により検討されていることが判明したが、運営業者側はこれを否定した。JR 東西線の開業前、最寄り駅の駅名が正式決定するまでの間、駅前ビルの商店主らが活性化を期待して、JR 西日本に対し、桜橋駅以外にも複数の駅名候補を提案し続けたが、最終的にそれらは一切反映されず、北新地駅と決定された。 駅前ビルの商店主らは当初この決定に猛反発し、北新地駅開業後に通路へ掲げた案内看板には、北新地駅と書かず、JR 東西線駅などと書いて掲出した。その後は、商店主の態度が軟化したこともあり、駅の部分だけ削除したものがそのまま随所に残されている、JR 東西線という状態。正月三が日,日はビルが閉鎖されるため、 全テナントが休業となる。また、毎日深夜0時から翌朝7時までの間も閉鎖されるため、コンビニエンスストアなどもそれに合わせて閉店する。それゆえ深夜営業は不可能であるため、カラオケ店やインターネットカフェなど、深夜の集客に依存する業態の店は存在しない。カラオケ店は、かつて第3ビル地下1階に存在したが、周辺区域より営業時間で、 大きなハンデを負ったことから閉店した。また、都道府県の事務所やテレビ局の死者が多いのが特徴。大阪市北区梅田1丁目3番1号。大阪市北区梅田1丁目2番2号。大阪市北区梅田1丁目1番3号。大阪市北区梅田1丁目11番4号。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。